おはようございます。 YouTube 講演家鴨頭義人です。本日の提供は久保田望さんの提供です。久保田大好きです。久保田って呼んだのはですね、今久保田望さんは東京鴨頭ランドと一緒にお仕事をしている、ウェブ解析士のプロ中のプロですね。ウェブ解析士という、職業があることもあんまりネーミング僕知らなかったんですけど、ウェブ解析士協会みたいなのの中でですね、日本一を2年連続で取ったすごい優秀な人でですね、どっちかっていうとうちの会社の、ウェブページもやるんですけど、それ以外にも、社会問題解決型ビジネスの時に結構がっつり絡むメンバーなので、覚えておいていただけると嬉しいです。久保田です。今日はですね、実は僕お休みをいただいておりまして、ボイシーで喋ったかな、今沖縄の読谷村の方に来ております。でここがまたすごくいい場所で、泊まってるホテルから外に出ると鳥の声、本当に今小雨が降ってるんで遠くにカエルの声聞こえてきますね。聞こえますかね。そして部屋を突っ切って反対側に行くと波の音がずっと聞こえてるっていう、そんな感じです。ねえ、よくないですかこの天然の BGM。 たまにね、YouTube とかヒーリング音楽の中で波の音が安眠用のね流れたりしますけど、これも本物の、波の音と鳥の声しか聞こえないという環境で今ボイシーを撮らせてもらってます。本当にありがとうございます。今日お伝えしたいのは、僕お休みを取ってるんですけど、やっぱり今54歳伸び盛りなので、やっぱね、体に対しての意識を上げていくってすごい今必要だなと思っていました。やっぱり20代30代の時と明らかに体力自体基礎体力が落ちているので、もう20代30代ってほとんど休みいらなかったし、なんなら睡眠時間だってもう2時間ぐらいあればいけんじゃないっていう感じで働いてきました。当時マクドナルドだったんですけど、43歳で独立して、40代の、45歳までは本当に寝なくても平気だなと思ったんですけど、僕の場合45でガクッと寝ないともう全然次の日使い物にならないってことに気がついて、ただ睡眠時間それでも伸ばせなくって、独立して最初の7年間で4回ぐらい救急車で運ばれるというですね。救急車で運ばれた次の日公演やってましたからね。今考えると危なかったんじゃないかなと。でこの3年ぐらいですかね、おかげさまで YouTube でものすごくたくさんの人に、セミナーに来ていただいたりとかするようになって、やっと睡眠時間を、平均3時間とか4時間だったところを最近は6時間ぐらいなんとか取れるようになってきたのと、週休2日にしようと思って、まだね実際は週休平均すると1.5日ぐらいですかね。で正直言うとこの2月から3月の2ヶ月間に関しては週休1日取れるか取れないかっていうのがちょっと続いたので、ゆっくり休もうということで今休ませていただいてます。厚生労働省のデータによると、身体活動運動で、運動不足になると非常に大きな問題になっていると。毎年5万人が運動不足で死亡しているというデータを厚生労働省さんが出してます。これね、厚生労働省のデータでいうと3位なんですよね。喫煙が13万人弱ぐらい、高血圧が10万人強、そして運動不足の死亡が5万人と。このあと高血糖とか飲酒とか悪玉コレステロールとか出てくるんですけど、原因でいうと運動不足っていうのが非常に大きな割合であるっていうのが出ているんですよ。
でこれすごい重要なポイントだなと思って、まあ、昨日僕はあのプールで泳いでたんですけど、まあ、息子と娘と一緒だったんで1時間半くらい泳いだのでもうくったくたになって寝れたのですごいいい運動になったんですが、この運動というのがどんな効果を得られるかっていうのが7つ出ているのでちょっと厚生労働省のページから読みたいと思います。運動の良い効果1つ目、体力や持久力がつき身体活動を行いやすくする。2、生活習慣病の予防。3、ストレッチや筋力トレーニングによって体の柔軟性が高まり筋肉筋力が増え、膝の痛みや腰痛などから解放される。4、ランニングなどの有酸素運動によって心肺機能が高まり風邪にかかりにくくなる。5、健康的な体格を維持できかっこよくなって自己効力感が高まる。6、爽快感や達成感が得られストレスの発散や精神的な充実感が得られ精神的安定がもたらされる。7、生きがいや趣味が見つかり社会的な意義や役割を持つことにつながると、このような7つっていうのが提唱されています。これすごくないですか。なんかいい意味でなんですけど、これから日本が、まあ、この世界中で最も早く超高齢化社会に突入する上でやっぱりこの体に対すること、まあ、特に運動というものの価値ってなんか爆上がりしているような気がします。まあ、自分もねもう54歳なのでまだまだバリバリ働けるとはいえ、まあ、間違いなく体力は下降している真っ最中なんですよ。まあ、僕の場合体感でいうと45歳から体力が落ちているってことなのでもう体力を落ち始めて8年経ちましたから、やっぱり自分の体のコントロールってことをちゃんとやっていかないと、もちろん仕事のパフォーマンスが上がらないとか、まあ、プライベートの充実感が上がらないとか、まあ、このね厚生労働省の資料を見ているとなんかこう体力が落ちていくと精神面にも悪影響をきたすってことですよね。それってすごくこのクオリティオブライフ、人生の質を高める上のやっぱり基礎なんだなっていうふうに思います。まあ、このボイシーでもね、始めたばっかりの頃に一度話してますけど、やっぱりこう健康が全てではないが、健康を失うと全てを失う、まさにそうだなと思って、やっぱり体力があるうち元気なうちってどうしてもこの健康に対する意識が薄れがちなんですけど、もう一度失ってしまったらもう全てがね、どんなにいい仕事をやっていてもどんなに素晴らしい仲間や家族に囲まれても病気になってしまったらその仕事や仲間との幸せを感じることはできなくなってしまうと、それぐらい大切なことなので、やっぱりこれねボイシーの方でももう断るごとに月に1回か2回ぐらいは体のことについてお話をしようかなというふうに思っています。なありがたいことにこのボイシーもちょうど今日で2ヶ月ですかね、60日目になるかと思うんですけど、まあ、たくさんの方に視聴していただいてですね、まあ、朝や夜寝る前の習慣としてボイシーを聞いてくださってるっていう方がたくさんいらっしゃるというふうにコメント欄とかね、見てますので、皆さんの、まあ、ことあるごとにこの健康の大切さっていうことを僕自身も忘れがちなので、自分自身のためにも、そしてこのボイシーを聞いてくださっている皆さんのためにも、この健康を損なってしまったら全ては失うよねって、気をつけていこうねっていうことを伝え続けていこうというふうに思います。今日はそんな感じですごく今穏やかな気持ちで鳥のさえずりと波の音の中から、ボイシーをお届けいたしました。それでは僕自身はね今日家族と一緒にゆったりとした時間を過ごそうというふうに思っています。皆さんはどんな一日を過ごしますか。それでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。
せーの、いいね。